始まりました、アミュペリア。この企画では、アミュレートの役者、タレントさんのパーソナルな部分を、ホニャララペリアや公式ホームページに負けないくらい深掘っていきたいと思います。今回のゲストは、こちらの方です。こんにちは、岡本美香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの、ゲームのコープスパーティーでは、相棒のように一緒にいたんですけど、実はちゃんと話すのは初 <laughs>、はい、初めてなんです。 嬉しいですすごくえちなみにさ事務所入って3、はい、年,年目ですね。かってことは2年ちょいそうですね<う>で忘年会とかでしかうん、うん、お会いすることがなくて。 ちゃんとお話ししたことがなかったので、ね、すごく嬉しいです、今日は。しかもさ、うちの忘年会、すごい悪口になるけどね、会長の千代丸さんの言いい効果わかんないけど、すげえパリピでね、<laughs> 人いっぱい、外部からもいらっしゃるから、<laughs> ね、なかなか、まず、自社の仲間を探すのって大変なんだよね。ね <laughs> お会いしたらお会いしたで、うん、あの、私、みたいな。すごい <laughs> <laughs> 声張って、ええー、みたいな感じでお互い挨拶するんで、印象になんかお互い残らないみたいな。そうそれなのに横ではあの、なんとかでーすってあの、アイドルチームが10人単位で挨拶してるから、もう全然聞こえなくて。<laughs> は,いはい。そうなの。しかもね、その後コロナ禍でね、今、やってないんで、よりなかなか会えなくてね。はいはいはい、<laughs> 今日はだいぶ緊張してますけど <laughs> よろしくお願いします。 はいあの岡本さん私もね詳しく知らなかったんでいろいろそれこそホームページとか見させてもらったんですけどもあのかなり昔から舞台踏まれてるそうなんですけどえっと演劇教室っていうのが地元にあってうん、うん、それに小学校6年生の時に入ったのでその時 に一応お芝居を始めたんですけど、うん、結構お遊びというか、はい、習い事みたいな感じでそこまでこうなんだろう収益とかそういう感じではなく、ね、なんかセリフ言うの楽しいなみたいなぐらいのレベルでやってましたもともとそのお芝居とかっていうのは興味があったのそうですね音読とかが好きだったんですよ国語の授業<ー>で。それで、うん 演劇教室っていう広告を見たときに、うん、あ私これやりたいと思ってやってみてでお芝居をやりたいなってちゃんと思ったのが高校3年生になって進路選ぶ時です、ねうん、じゃあそれまではあの何だろうよく言うテレビとかに出てくる劇団所属っていう感じではなくやっていって。 いざ選ぶ時にはいでも高校3年間はお芝居全くやってなくてえそ,うなのそうなんですよ中3の時になんか寮入ったのでやめないといけなくなっちゃって、うん、で高校入ってそれでもお芝居やりたいって思ったら、うん、やろうと思ってやっぱりやりたいってなったからもうその道に進みましたへ <laughs> えー、あのご両親とか反対とかしなかったうちは 自由にやっってていいいよう感じですね父が音楽やってる人でそうなんだ音楽療法士っていう職業なんですけどそれで私に「歌」っていう名前があったんですけどあ本名なのもしかしてそうなんです本名なの美しい歌はいそうなんですよ父がもう音楽やってるもんだから多分文句言えないと思いますっそっか俺も表現者だしなってなっちゃってたんだ そうかでもさどうしてこう声優事務所にしたの？まあ、なんだろう舞台でお芝居したいとかいろいろフィールドワークって考えたときに芸能事務所って選択肢もあったと思うんだけどそうですねアニメがずっと好きだったんですよ、うん、もう中学生ぐらいからアニメはもうドハマりしてて、うん、で。 お芝居続けていく中で事務所入りたいなってなった時に、うん、やりたい、自分のやりたいことが全部できる事務所はどこだろうって考えた時に、うん、アミュレットのウィキペディアに。同じ展開だなんか聞いたぞ <laughs> お父さんの時にも聞いたぞえ、<laughs> 本当ですかえー、みんなその手に引っかかってるね <laughs>。そう。なんか違うよ。でも悪徳商法じゃないから、ね、イ <laughs> <laughs> そうなんですよ。うん 歌とお芝居、うん、あのアニメとか舞台とかって書いてあったんで、うん、あここには私のやりたいことが詰まってると思って選びましたちなみにその時ホームページ見てあこの人いるから行こうって覚えてる人いる吉田ひとみさんお<ー>うち母も私もリボンが大好きなんですよ。うんあの か大好きです <laughs> そ,かそれで母はあのはるちゃんがずっと好きだったので「吉田ひとみさんいるじゃん!」って言って母と盛り上そっかあれちなみにさ「リボン」を見てたのっておいくつくらいの頃ですか中学生の時で <laughs> <laughs> い<や> <laughs> ひとみさんだって「プリキュアの歌」も歌ったり、はい、何でもやるっていうね確かに幅広い方はいますよね。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ多分あの事務所にあれ入ったのって養成所からえっと、うん、今はもうなくなってしまったんですけど、うん、ジュニア預かりっていう、うん、今の事所属のもう一個下のポジションがあって、うん、そこがあの養成所と事務所の、うん 中間ゾーンみたいな<ー>ちょっと中ブラリンというかそこにまず入って、うん、そこから預かりになってうん、うん、そこから正式に事務所の人ですって名乗れるところに行きました<ー>。<laughs> ってことはあのマイククワークとかそそこら辺はその時に習っているマイクワークとかは事務所に入る前に声優の教室というかうん、うん、そこに専門学校に通って。 な一応習いましたそっかじゃあそんなに戸惑わずに現場に出れたのいやーでも未だに未だに現場を数こなせていないのもありますのでまあ時期的にねめちゃめちゃ挙動不振です。<laughs> そっか なんかさこう舞台をやってた人って結構アフレコ現場とか来ると違いがあったりとか、はい、その声の出し方とかいろんなもので戸惑ったりするっていうのがあるらしいんだけれどもあったなんかお芝居を習ってる、うん、先生に声優の先生に美香、うん、の声はどうしてもちっちゃうから、うん、このマイクに集める意識をもうちょっと持った方がいいよって言われて<ー>今でもその感覚は結構。 わかんないですね。声が散るって謎ですごく。<laughs> あ、これはね、すごく専門的で難しいから、正直今上田洋二さんとかを呼んできたいくらいなんですけど、<laughs> あの、確かにマイク乗りのいい悪いとか、はいはい、周波数的なものもあったり、あとはその、しっかり喋ってるつもりでも、多分舞台系の人って、 いろんな人に聞こえるようにって大きく大きく、ねはい、広い空間をずっと意識して発声しました、ね、そうそうそうだからなんか舌とか喉を使って前に出すっていう作業があまり得意じゃないみたいな話は聞いたことがありまあそうなんですね私もでも全然わかんないけど <laughs> もともと同じような芸能畑の人だから <laughs> あとはやっぱり ドアの開け閉めだったりとか、うん、座る位置とか誰も教えてくれないこのしきたりは何なんだろうみたいな, <laughs> なあの不思議でしょうがなかった、はい、<laughs> オーディションでなんであのよく分かんない知らない人敵かもしれない人に挨拶するんだろうとか <laughs>、はい、私このなんか仲の良さも不思議だったの。 あの<ー>もちろん今考えると当たり前なんだけどさ、はい、オーディションでは同じ役を例えば100人が争うじゃないで決まってサブキャラクターとかに自分が入った時にメインの人がいるけれども、はいはい、メインの人は気さくだし周りの人もサブで入ろうが、はい、ガヤで入ろうが一緒に頑張ろうねってもちろんチームワークで作るから当たり前なんだけど、はいはい、なんでここで支援とかなんか殺人事件起こんないんだろうって最初すごい思って。<laughs> えー そ,そんなこと考えてたんですかそう、多分私がね、あのー、割とネガティブな考えの人だから。すごいギラギラしてるからですよね、それはきっと。うん、だって、もし、こいつを今、血まみれにしたら、私がこの翻訳になれるかもしれないくらいの考えでえでそう、<laughs> 考えながら、初めての現場とかへ、えー、<laughs> 行ってたから、<laughs> すごくはないけれどそれは尊敬します、私は。でも、ものすごくあったかくてさ、もう今はもちろんないんだけれども、えーはい みんないい人じゃない。はいはいい。い人すぎてちょっと引、はいはい、かない。なんかこれは本当にこの人の姿なのかなと思ったりしますそうそうそう。びっくりするよね。はい。そうだからなんか不思議だなって。はい。声優さんの現場、ね。挨拶とか初めての現場で初めてお会いした方に挨拶するのは当然なんですけど、うん、挨拶しないといけないってな。 でもそれを嫌がる先輩もいるって聞くんですよすごい。なんか先輩「あい,い覚えられないが大丈夫!」<laughs> みたいな先輩 <laughs> で, <laughs> でもこっちは形としてなんかやっとかないと、うん、なあみたいな,なんかもういろんな申し訳なさがすごくあります。うん、あるあるある。あとあの私さいまだに今特にわからないあの何分前に入ったらいいのか問題。<laughs> <laughs> <タジ> <laughs> え、秋坂さんが分からなかったらもう無理ですよ。<laughs> <laughs> あ昔分かんなくって、マジギリに入って先輩たちがすごい不服そうな顔をされたりとかして、<ー>かといって30分前に入ったら、はいはい、おめえ、スタッフより早く入ってんじゃねえよ、<laughs> 鍵開いてねえよ、みたいなこと言われて。<laughs> えー、言われることもあるんですかあ,あった、<え>昔だけれども、今はさすがにないかもしれないけど。えー すみませんってなりそうます、ね、ドキドキするよね。ア <laughs> <laughs> アミュペディアということでお送りしてきました「アミュペディア」ですがお別れのお時間になってしまいました <laughs> はいですが次回も岡本さんと一緒にお届けしたいと思います。はい、お楽しみに,楽しみに